レーダー探知機、レーダー探知機、レーダー探知機、レーダーディテクターとは、速度取り締まり装置が発する、可能性のある、周波数のレーダー波を探知し、無線受信機能が、当該装置にある場合は、受信可能な種類の無線をかな限り受信し、GPS 受信機能が、当該装置にある場合は、登録済みの付近にある固定型取り締り装置や過去に、取り締まりが行われていた取り締まりエリアなどの、 道路交通に関する情報を主に通知する装置である。レーダー式スピード測定器や自動速度、違反取り締まり装置、通称、オービスから発射される可能性のある、周波数のレーダー波を検知し、チャイム音や発光ダイオード点滅、文字表示、音声アナウンス度で、レーダー波の検知を警告する装置である。レーダー探知機によっては、強いレーダー波、 電解強度の強いレーダー波を短時間に受信した時に、ステルスアラーム、ステルス波識別警報を発するものがある。ただし、ステルス式レーダーの性質上、ステルスアラーム、状況によっては、単なるレーダー警報が鳴った時には、すでに測定対象車両の速度違反原因を完了している場合がある。なお、ステルス式レーダー速度測定器への接近、 または倒査を測定対象車両が必ず事前に察知できるステルス式レーダーに完全対応した当該装置は今のところ全く存在しない。ただし警察官が先行車両に対してレーダー波を発信したとき後続車両の当該装置がステルスアラームやレーダー警報を発する可能性はある。なお従来の取締りに用いられる可能性のある 電波だけを受信して警告する当該装置は取締りに用いられる可能性のある電波を全く使用しない速度取締りを警告できない近年は取締り用機器の比例が赤が進み道路アスファルト下に車両検知装置を埋め込んだ方式ループコイル式 LH システムなど高電管式掃除工機から対面する反射板にレーザーアッコを送信し 二点間の通過時間から速度を計測する方式や、レーザースキャン方式、レーザー式を使用している地域がある。レーダー波を使用しない取り締まりに対しては、レーダー波受信機能による警告は不可能である。さらに、パトカー、覆面、白バイ車両による追尾式取り締まり、レーダー波を使用しないもの、パトカーによるレーザー式取り締まりや、光電管、 レーザー式速度取り締まり機などを用いた有人式取り締度をレーダー波受信機能で検知することは不可能である。ただし、光電管などを用いた有人式取り締まりで取り締まり連絡用警察無線 350.1MHz が用いられていれば、その取り締まり無線を受信する可能性はある。取り締り側の測定技術革新に対抗するため、 従来の取り締まりに用いられている電波の受信警報に加え GPS 受信機能を用いて当該装置に登録済みの付近にある固定型取り締まり装置や過去に取り締まりが行われた取り締まりエリアなどの警報対象箇所データ GPS データを警報するようにした機種もある GPS 衛星受信機能と定期的な GPS データのアップデートにより 新たに設置されたオービスや新たな取り締まりエリアなどが追加され、警報される箇所が増えたり、撤去された場所での警報を防ぐことができる。GPS データ件数は時を重ねるごとに増えている。ただし、GPS データに登録されていない場所で、従来の取り締りに用いられる可能性のある電波を使用しない取り締り、当該装置が警報できる無線を使わない、抗電管式、レーザー式、 ループコイル式や追尾式などや測定の瞬間だけレーダー波を発射する狙い撃ち、ステルス式レーダー方式の取り締まり、当該装置が警報できる無線を使わないものが行われていた合わせには GPS 警報機能搭載の当該装置でも事前に警報できない。レーダー波受信機能以外の機能を付加した当該装置も多く製品化されている。 取り締まりで用いられるレーダー波の周波数が、電波式の自動ドアの周波数と同一であるため、自動ドアの付近を通過する際にしばしば固警報を起こすことがある。さらに、防犯センサーの一部、信号機の近くに設置されている、車両通過計測器の一部、NTT のマイクロウェーブ通信回線の一部、気象用、航空機用などのレーダーの一部、他のレーダー探知機の一部にはレーダー波と、 同一な周波数が用いられていることから、それらの電波を受信して、誤警報を起こすことがある。当該装置をフロントガラスに重複、固定する方法での取り付けは、道路運送車両法で禁じられている。レーダー探知機に関連する機器として販売されている。レーダーテスター、レーダーモニター、レーダー探知機感度調整機、レーダー妨害機、レーダージャマー、レーダースクランブル、 X, または K、K バンドシグナルジェネレーター。X, または K、K バンドオシレーター。X, または K、K バンドベフォースキャナーなどの妨害機能のある装置について、他の無線局の運用。レーダー式速度測定器での速度測定等を阻害するような渾身その他の妨害を与えた場合には、たとえその出力が微弱電波、発射する電波が著しく微弱の範囲の無線局。 創設日であっても、電波法第56条、懇親等の防止に反し、電波法違反となる。さらに、免許を受けずに微弱電波の範囲を超える、無線局を開設した場合は、電波法第27条の18代1項、登録に反し、電波法違反となる。なお、罰則は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金である。また、 免許を受けずに微弱電波の範囲を超える無線局を開設することを補助した場合も電波法違反となる。日本国内での所持及び使用は合法である。メーカーは取締りを積極的に回避させ暴走行為などの法律に触れる行為を助長するものではないとしている。しかし国によっては法律を定め違法としている場合もある。フランスにおいては レーダー探知機の所持及び使用は違法である。実際に電源を入れて使用していた場合はもちろん、未使用の状態で所持していただけでも、検挙の対象となり、当該機材、レーダー探知機を没収の上、最高3000ユーロの罰金が課せられる、実刑判決が出たケースもある。オーストラリア、西オーストラリア州を除くを除くでも、レーダー探知機等の所持及び使用は違法である。 下記の国では当該装置が違法である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。